生チョコレート製チョコレートはチョコレート生地に生クリームや洋紙を練り込み柔らかい食感を作り出したもののこと。1930年代にスイスのジュネーブで生まれたお菓子である。ジュネーブのチョコレート店が開発した小さなキューブ型にカットしてココアをまぶした滑らかな下溶けのチョコはパベドジュネーブと命名され、現在ではジュネーブの至るところで販売されている。 名産チョコレート菓子である。メディアを再生するガナッシュの調理ガナッシュとは、チョコレートの一種で、チョコレートを生クリームやバター、牛乳などと混ぜ合わせ、用途に応じて硬さを調整したチョコレートクリームのこと。水分が多く、通常のチョコレート生地と比べ消費期限は短い。主にトリュフチョコレートのフィリングや生チョコレート、オペラなどのアイシングとして使用する。 ガナッシュはフランス語で、顎を意味するが、まぬけという意味もある。フランスで、チョコレートを調理していた、あるアプランティが誤って熱した生クリームを入れてしまい、親方のシェフが、ガナッシュ、とどなったことに由来するという。日本においては、厚生取引委員会が、チョコレート類の表示に関する厚生競争規約において、チョコレート加工品のうち、 クリームが全重量の10%以上であって、水分が全重量の10%以上となるものを生チョコレートと定義しているが、これは日本独自の企画である。こういった日本式製チョコレートは、1988年に神奈川県平塚市の洋菓子店、シルスマリアが発売したものが発祥である。スイツランドツーリズム、スイス政府観光局、ペーブスフロムジェネバ。 2014年7月19日閲覧。AB チョコレートココア辞典、ガナッシュからコトバンクハット AB、ショコラ百貨0回辞典ガナッシュガナッシュ。ゴディバ、2013年8月23日閲覧。グリーンスパン、ドリエ、ベイキングフロム・マイ・ホーム・ツー・ユアーズ、ボストン、ホートン・ミッフ,フリン、ピアニッシュも、483から484。 ISBN 9780618443369ピエール・エルメデグランド・リーブル・ジュ・ショコラ三百八十零セットブベーモンドピアニッシモ二百八十九三百三十五 ISBN 978から二から八八九000ゼロ3 6チョコレート類の表示に関する公正競争規約全国公正取引協議会連合会 2012年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年8月23日閲覧第4条生チョコレートチョコレートココアの用語辞典日本チョコレートココア協会2021年7月17日閲覧 AB 石原アコーリ生チョコは日本の独自企画だった発祥は神奈川の洋歌支店エキサイトコネタ phhttps コロンスラッシュスラッシュ www.excite.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ1482833903319スラッシュ2021年7月17日閲覧生チョコレートの発祥は日本だった今すぐ行きたい元祖生チョコレート専門店の新顔。ありがとうございます